はい、皆さんこんにちは。りなです。だかです。エイティブログです。私たちはミュンヘンにいます。有名なシュタッホウス。あ、よくわかりました。地元の人はシュタッホウスって言うらしいですそうだ、日本語だと多分カールス広場。シュタッホウス。シュタッホウス。今から BMW のミュージアムに行きたいと思います。ミュンヘンといったら BMW 本社があります。そこにミュージアムがあってすごく綺麗な。あんまり BMW のファンじゃないでしょ、2人とも。 BMW はあんまり乗ったことがないかもしれない ね。あ、i8 乗ったよ。乗ったけど、アウディとかの方が好きだった。うん、BMW も大好き。うん、これはミュンヘンにいるから言わなきゃいけないと思ってるだけでしょ。そういうことです。はい、行きましょう。ということで BMW ミュージアム行きたいと思います。電車で移動していきます、ここから。はい、まずは S バーンでマリンプラッツに行って、そこから U バーンで高野形態を。 U バーンは多分地下鉄のことかな。そうだよ。ということです。今からあそこにちょっと見える電車乗っていきます。ということで電車に乗るのでマスクをつけます。はい、はい、ありがとう。電車来ました。あったなかった。1個だけ。次、電車が全然違う。これめっちゃ古い。めっちゃ古い。開かない。そんなことある。これでこう開くんだって。今なんかスピーカーで流れたけど、この電車がなんか壊れてるから皆さん出てください。次の電車に乗ってください。ドイツの電車。まあドイツの電車。着いたよ。オリンピアパークだよ。昔はここでミュンヘンオリンピックやってるところ。今はここに BMW ベルチと、すぐ後ろあれだね、 BMW ワールドに。これ1個ぐらい買っとく。何を買おう。 BMW 1個ぐらい。1個ぐらい買っとく。1個ぐらいの。あのドイツ本国で買ったら BMW めちゃくちゃ安く買えるかもしれない。めっちゃ安いらしいね。ね、 BMW1 個ぐらい買っといてもいいかもしれない。1万円まで。うわ、ちなみにあそこのスタンドでカリーブアスト、サッカーの好き流れブーストだね。カレーソーセージ。 BMW ワールド、めっちゃかっこいい。これですね。ちなみにあっちの奥に見えてるのがオリンピックタワーだね。そうだよ。 BMW ベルト自動だね。うー、見てかっこいいでしょ。うおー、早速かっこいい。 M4 色がいい。 M4 一回乗ったよ、借りて。あー、そうだね、めっちゃ速かった。そう、全然外からそう見えないけど乗ったらめっちゃ速いなと思っちゃう。 M4 かっこいい。いくらですか。あ、ベースプライス94,300 ユーロ、1,300-1,400万ぐらいかな。そうだね。バケットシートで全部カーボン。こういうのはすごい。ロケットの4本出し。これは X4 みたいなやつ。 SUV の X4 です。これが1個ちっちゃい X3 マットブルー。珍しいね。これラッピングかな。こういうカラーを出してるのかな。ちなみにこれのが高い。ベースプライス1万ユーロ超えてる。 X3M だね。なんかシネマルームがある。フューチャーフォーラム。おお。世界最高級車ロールスロイス。これは狩りなんだね。ロールスロイスの SUV だね。日本でもなかなか見ないよ。ホイールもでかっすごい。おっさん、こっちもある。ロールスロイス。もうこっちはゴーストかな。ゴーストです。いや、将来乗る車としてチェックしてる。はいはいはい。タカ社長になった時に、タカ社長がなんか夢を見てるんだけど、次に傘が出るでしょ。出る。見える。皆さん、ここにプッシュしたら、ここでこれ押したら傘が出てくるんだよ。すごいよね。ちなみにこれの上にファントムっていうもっとでかいやつがある。それが俺の将来の車の。なんかすっごいお金持ちになってもこれがいらない。でも乗り心地めっちゃいいらしいよ。でもいらない。おお、かわいい。 BMW、 うん、 BMW イセッタ。なんか電気自動車って書いてあるよ。あ、電気自動車なんだ。卵みたい。おお、 IX がある。電気自動車のクロスオーバー。日本だとまだ全然走ってないと思う。うわ、めっちゃフューチャリスティックね。初めて見た。あ、ここにプラグあるもんね。電気プラグ。前はこんな感じ。おお。なんか開け方も違う。で、これも広い中。これフルディスプレイだよ、これ。うわ、すご。これもこれシフトだよ。小さい。かっこいい。
これが IX BMW の最新型の電気自動車の SUV です。見てこの席動かすやつ、クリスタルみたいになってる。これ出る時もすごいよ。ここを押すと開く、そういうレベルで、開けるとここ。めっちゃお金持ちになったら、あの変なあれはいらないよ。これはかっこいいよ。これはいい。ちなみにレナ知ってましたか？ミニは BMW グループです。もちろん私はミュンヘン出身だよ。なんかさ、ミニって可愛いよね。これミニクーパー S。 見て。でちょっと狭い。ちょっと俺180センチあるとさすがにちょっと狭い。おー見て、ジョンクパワークス。ジョンクパワークス知らない。あのミニのレーシング仕様の。本当に詳しいね、タカ。ジョンク、YouTube で見てますのでこれね、めっちゃ速いらしい。で、ここのジョンクパワークス。そうなん。私はこのライトが可愛いよ。ユニオンジャックの。そう。どんどん出る。おー。i4。何これ。めっちゃフューチャリスティックじゃん。なんかちょっと恥ずかしいでしょ。10年後がこれが普通なのじゃない？i4。レナ、ここ M8、M8。すごいね、カラーが。レナの大好きなカラーだね。私のカラー。うおー、175,200 ユーロ。2000万超えですね。どうですか皆さん、今いろんな車を紹介しましたが、お好みの車見つかりましたでしょうか？俺はロールスロイスのカリナン。やだ、一番やだ。レナが一番気に入ったのが、え、電気自動車の IX かな。最後にグッズも見ていこう。俺たちも買える BMW 見てた。あれ、俺たちの経済力でも買える BMW 買えるかな。いくらでしょう。155ユーロ、2万円ぐらい。赤ちゃん生まれたらこれ乗せてあげよう。ミニか i8 乗ったことあるやつね。これが良かったよ。だからこれ一番、私の一番好きな BMW だよ。上には、おお、バイクのレゴがある。めっちゃ細かい。信じられないぐらい細かい。あ、そっちにバイクあるじゃん。見て、なんかハーレーみたい。こんな BMW あるんだね。 1800cc。 普通の軽自動車よりでかい俺バイクの免許持ってないけど。気をつけて。どうやってこれまたげる？こうまたげる。こんな感じ。え、またいでみ。めっちゃでかい。そしてまたぎづらい。お、すごい。怖。すごいよ。全然似合ってないよ。社長。おい。ちなみに2階はバイク置いてあるぐらいかな。あ、あそこに。なんかでも多分買うときにはここにもらってここで降りれるよ。あ、ここがじゃあ納車式はここでやるのかな。うんうん。でここでぐるるっとここ降りていくのかな。超かっこいいじゃん。ミュンヘンで BMW 買ったら。そうだよ。あっちに行きましょう。はい。建物は遠いところから見るとめちゃめちゃかっこいいよ、この。ね、これとかでも別にそんなに新しくないよ。だからもう結構前にこんなに近未来のかっこいい建物を作ったよ。さすが BMW。 まあ本社があるからね、ここに。ちなみにあそこが本社。そう、これもめっちゃ古い、このダサい、なんだろうね、あれエンジンのシリンダーみたいな。そうそうそう、エンジンのシリンダー。この建物がめっちゃ遠いところからもうめちゃめちゃ目立つよ。本当に BMW がミュンヘンの景色を変えた。え、じゃあミュンヘンに住んでる人は BMW を買うのがステータスみたいな感じなの？アウディ、メルセデスより BMW みたいな。もちろん俺たちは BMW だみたいな。そうだよ。すごいね、愛知県の人がトヨタを買うみたいなもんだね。そうだよ。あ、ちょっと見えるかも、こっち。あ、本当だ。こんな感じ。本当にすごいね。これ今言ったのが BMW ワールドは誰でも入れる。あっちにはミュージアムがあって、そこは入場料を払って本当にその BMW の歴史を学んだり、昔の車が入ってたりする。はい、ということで BMW ワールドいかがだったでしょうか。車好きの人は楽しかったんじゃないでしょうか。俺はめちゃめちゃ楽しかった。はい、よかった。同じようなのがトヨタもやってるんじゃない。ああ、トヨタミュージアムとかあると思う。あるよね。この動画はここで終わりにします。 BMW 好きな人はいいねボタン押してください。そうでない人もいいねボタン押してくださいではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。